おはようございます。七輪モーニングルーティンです。今日もいつものように始まります。いやー、今日も天気が良くて最高ですね。ちょっとまあダラダラはしているんですけども、いつもの調子でこの七輪セットを持ってやってまいりました。これ先生、はい、今日これ何なんですか。これは今今日は七輪モーニングルーティンですね。普段七輪を始めるにあたってどういうルーティンで始めているのかをちょっとお見せしようかなと。だからわざわざ内緒取ってるわけですか、これ。そうですね、2回もこんなものに引きずり出されると、もう完全ドキュメントです、これは。これがテーブルですね、愛用テーブル。考えてみたらこういうあの準備のね風景は撮ったことないですよね。そうですね、割とこういろいろテンポよく行っちゃうのでね、うん、今早速鉄七輪が、こうやってこう鉄七輪をこの収納ケースに入れてるんでね、持ち運びが楽なんですよね。こうやって見たら分かりますけど、本当にこれだけですよね、普段持ってくの。そうですね、これだけですね。ちゃんとカメラを意識した確かに意識されてますよね、僕の心遣いを。これ椅子ですね、はい、ちょっと小さめで、最近これに長時間座ってるとすごい疲れるんですよね。この間だから先生も言ってましたよね、買い替えたいって。必ず次の日全身がガタガタになるんですよやっぱりあの背もたれがないっていうのは大きいんですかね、うん、まあ確かにそうですね。続いてはこの引けし壺、これもマストですからね。あ、これが網ですね、はい、なんか泥棒みたいですね、なんかね納屋の納屋に入って多分そのうち防犯カメラで見つかるタイプですよ。これは五徳ですね、はい、もうここでセットしちゃう。七輪にはもう必需品ですね。必需品ですわ。うちわですね、はい、あ、出ました。七輪に欠かせない備長炭ですね、これは。いちいち見せるですね、はい、大体なんか分かりますけどね、わざわざ最近は炭を2種類使ってますね、はい、この出ましたハイファイブココナッツ炭ですね、はいはい、で、まあ、炭の着火に欠かせない着火剤ですね、着火剤、はいはい、ベスター。ようやく座りましたね。あ、これでスタートですか。はい、これがまあ基本アイテムですかね、まあ、グーしてますから本当くだらないですよね、あれ。いや、もういいルーティンですよ、これは。いちいち挨拶いちいちあります、これは、はい、着付けですか、これは、はい、これは着火剤をまずバッテンにして、はい、十字にしてやるって言ってますもんね、普段七輪の底に入れるんですね、はいはい、これなんでこんなことやろうと思ったんですか、まあ、最近モーニングルーティーンっていうのはなんか、はい、まあ、最近というかだいぶ前ですかそうですね、はい、2店舗ぐらい遅れてちょっと流行りに乗ろうかなと。ハイファイ、まあこうね、言っちゃなんですけど、確かに先生最近もう手慣れて、そうですね、炭もすっかり5個入れる、5個入れるとおっしゃってます、はい、彼はちょっと分かりづらいですね、そのあのね、先生のね服装がまずダメですよね。黒い服装にあの手袋とか、なんだかさっぱり分かんない、またぎみたいですね。この日寒かったですからね。寒かったですね。ベスターの上に5個入れました、ね、はい、これ今どういう感じで並べてらしますか。まあ、ベスターバッテンにしてるんで、はい、まあ、その隙間にまんべんなくプラス5個とおっしゃってますから計10個ってことですね、はい、寒かったって割にあれ足元サンダルですね、まあ、七輪は手軽にやるもんですからね。マジックしてるみたいですね。マジックしてるマジックしてるみたいですね。今10個入れましたね、グーって言ってますまあ本来はこれで火をつければいいんですけど、まあ、最近ブレンドにしてますね、炭を、はい、続いて備長炭、はい、
これはなかなか火がつきづらいですね。そうですね。まあ、でもついたら長持ちしますもんね、はいはい、今日はこれ何本ぐらい入れますかね。これは4本ぐらい入れるんじゃないですか、ね、これはどういう感じで入れてるんでしょうか。ちょっと縦置きにして、はい、煙突効果というか煙の流れを縦に作ってるんですね。あ、今日も満足だったようですね入れ方的に。もうすっかり火起こしは先生ね十分上手になられて、最初はあの七輪の上から入れてたんですけど、そうですね、ちょっと下から着火するっていうのは本当に意外でしたね、はい、これベスターに届くの知らなかったんでね、はい、これ本当にすぐ火つきました。すぐつきます、あっという間ですね。あ、本当だ、もう煙が出始めました。グーって言ってますねちょっとしつこいですね、さっきからね。しつこいですね。これあの七輪からちょっとあの炭がはみ出てるんですけど、はいはい、まあ、火がつくにあたってどんどんこう下へ下がっていくので特に問題ないっていう。明朝炭が出てるってことですね。そうですね。やっぱこうやって見るとその最初の煙の量がすごいですね。すごいですね。これはあれですかな、火起こししている最中に次の工程を、もうなんかベテランの域に達してきた感じですね、はい、これ今日はちょっと新しい網を。あ、なるほど。だいたい網2回くらい使ったらちょっともう洗っても汚れが全部取れないですね。安い網でもいいから。そうですね、どんどん変えていく方が35円くらいです。そうですね、安かったですね。あれもうこうやって見てるとよくわかりますけども、着火した以降はもうほぼ放置ですか、はい、そうですね、まあ、ちょっと炭をの位置をずらすとか、まあ、今触ってますね、はいはい、こういうことは必要かもしれないですけど、あとはずっとこうやってうちわで仰いでましたね。そうですね。これやっぱ仰いだ方がいいですか。仰いだ方がいいですね。あのちゃんと空気口を全開にして、はい、空気の流れをまんべんなくしてあげると、なんかこう哀愁漂う哀愁漂いますよね。何なんでしょうね、これ何なんでしょうね、どういう気持ちなんでしょうね彼は。これ普段こういう時は何を考えてらっしゃるんですか。特に何も考えてないですからね。無心ですか。早く火がつかないかなっていう。うちらの仰ぎ方を見ててもそれは感じますね。ああ、感じますか、ね、お、火が回ってきました。火が回ってきましたって言ってますね。回ってきましたね。下の方が赤くなってますね。赤くなってましたね。これはもう下の方が火ついてる感じですか。下の方はハイファイブの方はもう火ついてますね。でこっから備長炭に火を回すのに時間がかかるんですね。そうですね。備長炭に火がつくなんか段階としては、最初こう白くなるんですよね、はい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 、でその後ちょっと中の芯の方が赤くなっていく感じ、赤くなっていったら多分もう焼きのタイミングかなっていう。なるほど。なんか携帯を見てますね。あれですね、最初はあの初めてどれくらいかを見てたのかなと思ったんですけどね僕。あ、おお、なんか備長炭にも火当たり始めてますね。ちょっと当たり始めてますね。これぐらいになるとだいぶ、やっぱりあのハイファイブだけでも行こうと思えば行けますよね。そうですね、ちょっと一回ハイファイブだけでも試していいかもしれないですね。なるほど。白くなってきた。なんかなんかやってますね。なんで喋らないですかね、さっきからね。喋っていいんですよね。いいんじゃないですか。なんで彼はこの人が偉そうになんか喋っちゃいますかね。あ、濃いって言ってんの。濃いっつってますよね。中見ろ見ろと。火がつき始めたぞってこと言ってるんですかね。全体的に回ってきてますね。確かに、でも赤いですね。備長炭の内側はちょっと白くなって白くなってきてますね。これ重要なんですね。これ重要ですね。またなんか溶けるって言うんですよね。なんでこんなに溶けばっかり見るのかなって不思議だったんですけどね。別に炭に関することで見てたわけじゃないですよね。大変なんですよ、これ仰ぐのが大変なんですよ、やっぱり。真剣そのものですね、そうですね。なんでこんなに寄ったんですか。カメラマンとしてちょっと絶対バカにしてますよね。仕事してるんですよね。カメラマンの仕事一生懸命やってるんですね。すごいなんか悪意のある。あ、でも確実に赤くなってきてますね、うん、もう下のハイファイブは真っ白じゃないですか。そうですね、結構大変ですよ、ずっと仰いでますから、うん、確かに仰いでましたね。でこれぐらいになるとちょっと備長炭が崩れてくるので、はいはいはい、まあ、無理にもう縦にしなくてもいいかなっていうタイミングですかね。
彼もそれに気づいた様子ですね。どうですか、これは何をしてる感じですか、炭を。この備長炭を縦置きから横置きに変えたわけですか。はい、でちょっと火がやっぱ中央に寄っちゃうので、はいはい、その辺をこうまんべんなく行き渡るように。手付けはベテランそのものですね。そうですね、こうなると何の迷いもないですよね。そうですね。お、なんか止まった。どうしたんですか。どうしたんですか、これ。先生、また食材用トングで炭火食ってたんですか。はい。この後これ使って飯食ってたじゃないですか。そうですね。でまたちょっと仰ぎますね。はい。お、熱いんですか。熱いんですかですね。でも脱がない。脱がないですよね。またなんか見てますね。七輪初心者にとってはこういうこう手順というか流れがちゃんと見れるんで、意外とこうためになるなっていう。だからそんな難しいことじゃないってことですよね。確かにそうですね。気をつけるまでが。でもちょっと赤くなってますか。ちょっと赤くなってますね。内側がほんのり。お、30分じゃあそろそろ上がりですかね。グー出ました。これも完成の合図ですね。まあ、これモーニングルーティンっていうか、ただの火起こしっていうことですよね。立派なモーニングルーティンですね。お疲れ様でした。ありがとうございました。